やはりあなたに頼んで正解でしたね。強引に巻き込んだような気もするけど。まあ細かいことは気にしちゃダメだよ。細かいのかな。確かにこういうことは無理強いするものでもありません。次は練習について手伝っていただきたいのですが、お願いできませんか。素敵なライブにするにはやっぱり練習あるのみなんだ。お願い。お手伝いしてもらえると嬉しいです。うわ、本当？これからよろしくね。よろしくお願いします。ああ、よかった。よろしくです。私たちは練習を繰り返して成長していきます。練習は誰に練習相手になってもらうかが大切ですよ。それじゃ、やってみよう。練習についても素晴らしいですね。急に頼んでしまってごめんなさい。でもこうやって私たちのお手伝いをしてもらえて嬉しいです。そうだ、他のみんなを紹介しないと。ミューズは9人組のユニットなんです。私たち2年生3人に加えて1年生と3年生が3人ずつの計9人。そういえばみんないませんね。どこに行ったんだろう。とりあえずみんなを探してみましょう。